発達障害グレーゾーンの不登校の中学生の子供がいます。自己肯定感が低く他人とのコミュニケーションが苦手。毎日ゴロゴロしています。将来食べていけるか不安です。どのようにサポートしていけばいいでしょうか。なんか家でゲームとかやらせればいいんじゃないの。じゃそのえっとねゴロゴロしてるのって他にやることがないからだと思うんですよね。まあ、本当にずっとゴロゴロしてるんだったらそれそれと面白いんですけど。なのであの家の中でじゃあゲームなりなんなりそのじゃあ,あの。 ひたすらこうドミノをやらせてとかなんかやれることっていうのをまずやらせてでそれをひたすら突き詰めていくっていうのにすると他に真似ができないレベルっていうのに行る可能性があるので家の中でできることで何かスキルが溜まっていくものっていうのをやらせるといいんじゃないですかでオンラインゲームうまいっていうだけでも別にあの食えるんですよねあのこの話何度もしたと思うんですけどあの知り合いの,あの弟でニートの人がいてその もともとずっとニートでゲームずっとやってた人で,でその人がそのオンラインゲーム得意で,でオンラインゲームの武器の名前を決めるっていう仕事を振られた時に。 あの武器の名前ってこういう名前を付けると人はこういう感じのイメージを持つよねっていうのってオンラインゲームというかゲームをいっぱいやってないと分かんないんですよ。だからそのハヤブサの剣って名前を付けると何とかのハヤブサの剣って言ったらあ、これ2回攻撃するなとか炎の剣って言うとじゃあ,あの氷系のモンスターにダメージを与えるなとかっていう謎の常識ってあるんですよ。ゲームをやってる人だけ分かる。あのじゃあ 水系の敵が来た場合はあのなんか雷とか稲妻とかサンダー系でやるとダメージ量がでかいとかなんかそのじゃあスライムとかは直接攻撃は効かないけど魔法だったらダメージがでかいとか要はゲーム界の常識っていうのがあるんですよ。でそのゲーム界の常識っていうのってゲームやってない人は分からないんですよ。このしてますねはい っていう感じで実はそのゲームってやってるとゲーム界の常識っていうのが分かるのでそうするとゲームの仕事っていうのに普通に就職できるようになっちゃうんですよね。まあ、そう本来だからゲームやってない人だと炎の剣と水だったら水とも強いでしょってなるんですけどなぜか炎の剣の方が強いっていう常識があるんですよ。そうそうね、あのエクスカリバーっていうだけで「あこの剣って結構強いので最後の方までいけるような剣だよね」とか要はその。 ラグナロクって聞いたらこの剣はかなり強いだろうなとか軍具にいるとか,そのなんか武器の名前でもこれは後半に出てくる武器だなとかじゃあそのブロードソードとか,なんかあのでんかこれ前半だなとか,なんかそのその名前を聞いただけでこれは前半出るとかこれは後半に出るとかじゃあそのモンスターの名前を聞いただけでもこのモンスターは前半だ例えばゴーゴンとかだったら後の方だろうとかじゃあスライムだったら前半だろうとか何か常識ってあるんですよ。 っていう感じでそのゲーム界の常識ってそうバスターソードはねあの片手でも両手でも持てるからすごい便利なんだけど微妙に使いづらいっていうのでなんか高いんだけど使えないっていうのが大体あの前半の方なんだけどっていう感じのがその分かる人は分かるんだけど分かんない人は何の話してるか全く分かんないと思うんですよ。 要はゲームという社会の常今ってそのゲームってあの外国のゲームもあったりオンラインゲームもあったりしてゲーム界の常識っていうのは実は世界のゲーム界の常識でもあるのでじゃあ日本のゲームメーカーが世界に行こうとする時に世界のゲーム業界の常識っていうのもちゃんとそこで持ってないとうまく世界に物が売れないじゃないですか。 そそうそうだからあの僧侶はモーニングスターで殴るけど刀は持てないとかそれなんでなのって言われて分かんないでしょ一般の人は何で僧侶はモーニングスターであんなトゲがいっぱい生えてるさなんか鉄球で人殴るの OK で刃物使っちゃダメなのとか意味分かんないんだけどゲーム界の常識ではそうなんです。<laughs>